僕、産業革命が一番変えたものって、はい、鋼作りだと思ってるんですよ。ああ、鉄、しかも鋼鉄ってことです。いや、だからつまり、昔はほら、手で不意合をこうやってやってたわけでしょ、はい、あれをポンプで回せるわけですよ。はい、確かに、確かに。すっごいこれ空気送れんじゃん。みんなもう、なんだこの技術はってなったわけですよ。確かに。確かに。ポンプはすごいですよね。だって水汲み出したりとかも、うん、そうですけど、そっか、空気でわーっと来るから、ああ。そう、だから、航路の一番のポイントはポンプだったんですよね。そっか、それで空気量が圧倒的にすごい量送れるんで、もっと大量に作ることができる。そう、あんな苦労して、こんだけしか取れなかったのが、大量に作れんじゃん、はい、これやばい技術だよねって言って、多分技術者たちがもう食いつきがすごかったんだと思うんですよ。なるほど。そっか、でもそこからでも確かに軍事力にもそこに今全部直結してますね。鉄は国家なりみたいな時代から。そうなんですよ。はい、いやだからトランプがね、US スチールの日本製鉄が買収するって言ってるじゃないですか。はい、あれって結構エポックメイキングなことで、はい、そのトランプが US スチールは売らねえみたいなこと言ってんのは、はい、ある意味正しいんだよね。ああ、確かに。自分の国家の中の資本で鉄が大量にしっかり作れるって体制がなくなるっていうのは結構大問題ってこと？そうなんですよ。ああ。まあまあ、別にいいんですけど、その、日本は軍事的優位に立てますよって話をしたかっただけなんですよ。はい、あ、なるほど。だからまあそういうところはまだ残っているし、その技術的な